よろしくお願いします。勉強？勉強はだからあんまりしなかったから慣れたような気がしますけどね。勉強って言われるとすごい困る。うん、勉強本当にできなかったから。どうしてでしょうか？あのね、面白かったからじゃないですかね。最初アニメですからね。アニメが割と安かったんで出回ったんですけど、やっぱり、見てみたら面白かったっていうんで、じゃあオリジナルの漫画でっていうのが流れですね。まずですね、フランクフルトで世界最大のブックマーケットがありますんで、そこで歩き回るというのがいいんじゃないでしょうかね。そうすると結構世界中が注目をするのではなかろうかと。